ファイターズの本拠地が北広島に移転し、大きな収入源を失った札幌ドーム、新たな収入源として狙うのは、中規模のコンサートですこれまで多くのファイターズファンを楽しませてきた札幌ドーム、今日リニューアルされた形でお披露目されました今日札幌ドームが新たな仕掛けについて、報道陣向けの内覧会を開きました。 エスコンフィールドでのオープン戦、初戦とちょっと初日と重なってしまいましたけれども、式典ですとか、各種イベントなどはコンサートに限定されるものではございませんので、今後は新モードとして、紹介をさせていただきます新モードでの利用を期待しているのが、中規模のコンサートです4万人以上収容できる札幌ドーム。 コンサートを開くとなると腸がつくほどの人気の限られたアーティストしか席を満員にできませんそこで場内を大きな暗幕で仕切り2万人規模でも開催できるようにしました1日あたりの使用量もこれまでの7割ほどに抑え利用を増やす狙いです一番大きい暗幕はステージ正面で高さ30メートル 幅は120メートルありますステージの両側にもスタンド席を仕切る暗幕を設置新モードの暗幕はおよそ10人が8時間ほどかけてセッティングする見通しですスタンド席を仕切る暗幕に近づいてみました触ってみると布地で 巨大なカーテンといったような形ですね中を覗いてみると内野席を覆い隠すような形になっています札幌ドームは新モード導入のための改修などにおよそ4億円をかけましたまたステージの照明や音声を充実させるためおよそ2億3000万円かけて海外から機材を輸入新モードでの展開は 来月から可能となる見込みで新たなイベントの需要を掘り起こしたい考えです次年度ですけれどもこちらまたちょっとコロナの影響があるだろうということで、えー、年間6日間を今想定しておりますけれども24年以降はですね、えー、年間12日間程度を今予定をしているところでございますしかし新モードの活用を決めたアーティストはまだいないということです 札幌ドームではこのほか施設命名権の売却も予定していてファイターズの本拠地移転で失われた収入をカバーするため必死の努力が求められています。